山川節井です。コメント欄でね、連休中、今ゴールデンウィークですよね。今日私滋賀行ってました。滋賀、わざわざね、釣りじゃないのに滋賀、もう竿持って行ってたらよかったかなと思うけど、やっぱり風強かったね、予報通りね。風が弱い予報やったらもう釣り行ってたと思うんですけど、仕事せんと。風強い予報やったんで釣り行かんかったんですが、仕事は滋賀大津市行ってました。まあそんなんはどうでもいいとして、連休中になんか気ぃつけたこと、気ぃつけ、連休中に留守に何日もするのに気ぃつけたこと、気ぃつけた方がいいことってありますかって、質問があってね。あ、いいテーマだなと思って、それについてお答えします。で、まず、自分だったらですよ。自分だったら、水道メーターの止水栓を閉めるかな。もしマンションやったら。戸建てや、戸建てでも閉めるかな。全体止水しといたら、水道メーターまでしか水がいかんくて、その後、もし水漏れしてても、水道メーターで止水してんねんから、他水漏れしないから、帰ってきてどっか床が水浸しとか、洗面所の下、キッチンの下、洗濯機のとこ、水浸しってことはなくなりますよね。だから、もう何日もどこも行けへんのやったら、止水しといた方がいいですよね。戸建てで、あいつのとこ家おれへんから、今のうちに車の洗車、こいつのとこの水道で、やったろとか言うてね。いや、うち買い継ぎの、水道ですねんっていう人よ、おるけど、水道屋なんてね、みんなこの鍵持っとんすよ。しゃから、そういう、水道、パクられるんも防止できるもんね。まあ、わかってるやつが、したらメーター開けるかな。はい。ほんでですよ、水道メーターを開ける、は、まあ、水漏れ防止なんですけれども、ほんじゃ、排水の匂いが上がってくるっていう問題がありますよね。それどうしたらいいのっていうのを、今から動画でご紹介しますと。ちょっと場所移動しますよ。京都。あ、ポータブル高圧洗浄機だ。まあ、そんなんはええとして。こう、これ山川設備の、キッチンなんですけれども、汚いね、掃除しとれへんね。で、これを、まあ、匂いって、ここですよ。ここね、これ、汚っ！掃除せなあかんわ。トラップになってて、まあ、水が溜まるから匂いが上がってけえへんという、まあ、仕組みになっとんですけれども、これ連休中に暑いから水が枯れるっていう、トラップの水が枯れるっていうことありますよね。そういう場合どうしたらいいかっていうと、こうペットボトルをね、こう置いとくんですよ。で、このペットボトルを上手に蓋じゃ無理かな。こうポタポタと水漏れさすんですよね。こんな感じでいいか。まあ、蒸発よりもこれの水の方が多いから、トラップに、トラップの水が枯れることなく、防臭
の役割をすると。で、ね、このタイミングは、これちょっと早いな。もっとゆっくりでいいな。こういう仕組みを作るんですよ。まあ、ペットボトルのこの先に穴開けるでもいいし、何でもいいんですけれども、水がポタポタ漏れる状況を作ってやれば、いいわけですよ。よし、向こうに戻ろう。伝わりましたかね。ペットボトルをね、こうなんか、まあ、坂でも作っといて、ポターン、ポターン、ポターンと、もうもっとゆっくりでいいと思いますよ。トラップの水が、あれ？なんで鍵動いた？トラップの水が枯れるっていうことは、蒸発するわけやから、その蒸発よりも、蒸発せえへんように水漏れをさしておくと。水道は水道メーターで止水してるから、水道をポタポタ漏らすパターンはできないんで、そういう風にしたらええんちゃうかな。あと、あの作戦あるわ。毛細管現象。毛細管現象を利用して、水を漏らすと。ああ、このアイデア俺よう思いついたな。どうやってやろう。あ、これでいいか。はい。これ、持ち出しソケット。まあ、これコップやと思いましょうよ。水を、こうしようか。水をトンと、これね、コップとして、これないよ。蓋、ないよ。で、水入れますやんか。毛細管現象、毛細管現象やったな。匂いのあれなんだけど。水を張っといて、こういう雑巾をそこにつけて垂らすんですよね。イメージこうね。ほなら、ここの中の水がポターンポターンって落ちるんね。知ってる？外に置いてある水槽とかよう、こういう垂らしとるよね、雑巾。これ、水槽が溢れないように、溢れるとほら、魚がペヨンって逃げるでしょ？だから、水槽の水このぐらいやったら、その高さ分だけ、タオルでもぶち込んで、こう垂らしといたら、それ以上の水かさになると、ポタポタ漏れるという。これ、の理屈を、まあ、使えばいいわけよね。ああ、だいぶ勉強になってきたね。ほんなら、もうもはやペットボトルみたいなめんどくさいことせんでも、ちょっとしたハンドタオル垂らし、コップ、大きいコップに水たんまり入れといて、ちょっと垂らしといたらポタポタ一気おるね。あ、それでもいいんじゃん？ねえ。ほんで、まあその毛細管現象の今の説明であれですけれども、要は排水トラップの匂いが上がってくるっていうのはもうそれやんね。髪の毛がこういう U 字のトラップのここに垂れてしまうから溜まってるはずの水が行ってしまうっていう。うわー！もっと説明上手になったら、なるほど！だからパイプマンか、パイプフィニッシュか、フィニッシュかってなるんやろうね。あー、そんなことするよりも、トラップ外して髪の毛がないかっていうのをね、チェックしたいよね。髪の毛がこう渡るっていうのが、一番匂いが、取られる原因ね。毛細管現象。確かそんなんやったと思うよ。毛管現象って言うのかな？毛細管現象って言うのかな？どっちだったか忘れた。教科書にはどっちか書いてあるんじゃん。俺ももう長いこと教科書を見てへんからは覚えてないわ。そう、その理屈を利用して、シンク、洗面台、洗濯、もうどこにでもですけれども、水がトタトタと落ちるようにしたったらいいね。ほな、連休中長いこと休んでても、トラップの水、トラップに水を供給するんやから、枯れることあれやよね。だからトラップ自身がもっと取られてたら知らんや。だからトラップ、排水トラップなんて、ぶっちゃけた話言いますよ。ぶっちゃけた話言いますよ。
綺麗に掃除せえっていう話ですわ。まあ、自分とこの掃除できてなかったけどね、事務所。事務所の排水トラップ汚かったね。あれ、ちょっとなんとかせなあかんね。でも、そういうことなんすよ。そこも、あれせんと、掃除もせんと、なんか詰まってる、コポコポ言ってるとか、なんかこう、にわかみたいな、ね、詰まり抜きチャンネル、見て、にわかみたいな、詰まってんちゃうかとか思うよりは、まず自分ができることを自分でやると。ね。で、はっきり言いますよ。はっきり言いますよ。車、メンテナンスしますよね。オイル交換やら何やら。あ、車って、知らんで。高い車は知らんで。普通数百万ですやんか。数百万のもんでもメンテナンスするんだから、数千万する家って、ちゃんとメンテナンスするでしょうがよみたいな話です。それが、わからんもんなんて言ってるやつは、ズバッと言うと、身の丈超えとんねん。ああ、言っちゃった。ああ、これでまた女性ファンが減るな。若い人のファンが減るんか。あ、でもそういうことですよ。わからんもんに数千万も使うな、っていう話です。あれ？連休中のどやのこやのっていう話からちょっと脱線してきて、俺の感情論になってきたな。あかんな。この辺で締めようか。っていうわけで、匂いは水です。水で水風？風水？どちらでもええんですけど、するんですよ。ほな、水が枯れるから匂いが上がってくるから水を足せっていうことですよ。それをどう足すかっていうのの工夫やんね。連休中俺の理屈で言うと水道メーターを止水せえっていう話やから水道は使えない。ほなら、ペットボトルで足すとか、今のコップで水を落とすとか、それ今タオルとかで言いましたけど、それだとスピードが速いから、もうちょっと糸にするとかね。そういう工夫が必要かもしれませんね。いかがでしょうか。誰だっけ？いつも、あの人いつもコメントくれはんな。ありがとうございます。一回でええから、いっぺん投げ銭してみてくれません？せっかく投げ銭できるようになってんけど、投げ銭って、あ、そういや、王子のところが投げ銭できるようになっとったから、俺が王子にしてみようか。ほんなら、どういう感じになるのかっていうのを分かるような。いやー、でも、あ、男ばっかりやろ。男ばっかりのところに投げ銭しても面白くないよな、おっさんがね。なんか女の子のチャンネルでそういうのないかな。よし！今からちょっと YouTube 見てみよう。はい。そんな感じで、引き続き、体験者募集はしてます。で、また、明日、明後日、何日か後、にも来はるし、もう一人、来たい言うてる人もいてます。ほんで、もう、弱さいからみんなに言うときます。一番最初の人が一番、募集、あ、応募の仕方してくれました。メールで連絡くれて、メールに本名、で、年齢、で、どこそこ在住。どこそこ在住はその人は書いてなかったから。まあ、どこそこ在住ぐらい書いといてくれてもええんちゃいます？で、携帯電話の電話番号書いといてくれたら、山川設備のメールって、俺の携帯にも転送されてます。もう見てるけれども、山川設備のメールに、俺の携帯から返信したら、なんか変な感じになるから、見てるだけですっかり忘れてる時とかもあるんで、もう電話番号も入れといてください。ね、こっからこの時間までやったらかけてもろて結構ですと。ね、こういう感じで忙しい時には切るんで、その時にはこっちから折り返しますとか、なんとかかんとか、いうのをもうやりましょうよ。仕事は段取り、洗濯はランドリーなんでね、めんどくさい。もう、ほんまメールばっかりこう行ったり来たり、行ったり来たり。俺もそんな暇やない。っていうか、山の上のおじい連中と違って、水道屋が水道の修理だけをしてればええ時代なんてもうとっくの昔に終わってるから、俺はそんなことしてない。
一個の修理に行ったら、それに付随するいろんな仕事がある。それを片付けるのに、俺は忙しいから、慣れ合いみたいなやりとりっていうのはもうめんどくさい。したからもうちゃっちゃと済まそう。はい。そんな感じで、話長なりましたけれども、毛細管現象、毛管現象知らんけれども、それを利用した感じで、水を垂らせばいいんじゃないでしょうか。女性ファンの方、質問待ってます。基本的に女性には優しいはずです。多分。でも、調べたらわかるようなこと、俺の師匠よう言うんですよ。質問がええとか質問が悪いとかね。もうしょうもない質問にも答えもめんどくさいなと思うんですよね。慣れ合いじゃないんでね。私 YouTuber じゃないんで、YouTube 投稿をしてる水道屋さんなんで、YouTuber ではありません。だから、編集にも凝りませんし、まあ俺十分あれで、俺の中では凝ってるつもりやねんけど、もっともっとすごい人おるやろうけれども、俺は、あれ以上のことはしたくもないし、必要もないと思ってるんで、やりません。もうな、話長いな。とりあえず、匂いは水で蓋する。風水、水風。で、その水をどう供給するかの工夫。はい。毛細管現象、毛管現象、いかがでしょうか。はい。そんな感じで。テーマ通りに喋れたでしょうか。また、7割、8割はいらん喋くりやったんじゃないでしょうか。ではでは皆さん、ごきげんよう。いいゴールデンウィークをお過ごしください。私、明日、奈良の天川村です。以上、バイバイキーン。オッケー、オッケー、グーグリー。